どうもだるいもんです。今日は本庄サーキットにやってきております。チーム森の耐久レースの練習走行があるらしく、ちょっとお邪魔しております。チーム森、屋根の下を確保しているようですね。今日は2台体制でチームで練習するらしいです。おはようございます。おはようございます。こちらが清水さんの車で、あちらがレース車両。そんなには変わりは多分ないと思うんですよね。この2台で今日は練習走行をするらしいです。まあ、2台で競り合った方が練習になるんでしょうね。チーム森のメインドライバー、今日はね店長は来てないんですけど、練習走行を繰り返していくそうです。中村さん、森さん煽る気でいる。雨は止んだのですが、まだ路面がちょっと濡れてますね。1本目は路面を乾かすような感じのあれですかね。三つ野さんのタイムアップを今日は期待しております。もうなんかシートベルトしてもやる気満々だ。あと13分、頭で平気だろ。今のセリフ56秒とか出したら怒るぞ。え、何55秒、お前らよりタイム出なかったら怒るよ。怒られる。ちゃんとタップメーター見てろよ。あれ、おいちゃん走る。そこ10分前なので、いつもの崖の方に向かいたいと思います。皆さん頑張ってください。いよいよ走行時間何分前だろう。走行時間2分前らしいですが、なんかポチポチと雨が降ってきてしまいました。コンディション的になんかあんま良くなさそうですが、まだ走ったら路面が乾くほどの雨かな。これだったら1本目アルトが中村さん、ミラの方がおいちゃんかな。スタートしました。まだ路面が濡れてるので安全運転でよろしくお願いします。いや、まだほらちゃん早いです。じゃあ安定して早かったですね。安定した。もう俺を見てて、あ、早いなと思って見てました。でもミスるとこミス。消防。チーム森、監督兼ドライバーの森さんも出てきます。軽自動車が続々と参戦。路面状態が良くなってきたのか、清水さんが56秒81。おいちゃんがなかなかすごい的確な指示を与えていて、すごいですね。いや、でもそれこそ ABS ないとやばいんじゃないの。大丈夫なのか。おいちゃん力んでスマートスピンする。ずっと見ちゃってるでしょ。さあ次は中村さんと三つ野さんです。監督、ドライバーに元気を飛ばしております。中村さん56秒来ましたね。中村さんと三つ野さん2人とも56秒台ですね。なかなか良くなってきてる気がしますけど、どうなんでしょう。ドラ
回で走る場合はだいたい53秒で出さないといけないらしいです。2人のドライバー何秒行くでしょうか。頑張ってくださいよ、本当応援してるんですからね俺は。ちょうど今ドライだったんですけど雨が降り始めてきてしまいましたね。でも路面状態は良さそうなのでタイムが期待できるかもしれません。さあ1本目のタイムはどれぐらい出るのかな。さあ清水さんの1本目のタイムは55秒。ミズルンさんタイム上げてきたよ。おっと清水さんここで54秒台。おっとミズルンさんも55秒か。清水さんは相変わらずの54秒台、尾上さんは55秒台。2人ともこれで安定してますね。そしてこの後のドライバーは森さんと中野さんです。ミツルンさんタイムが一気に上がってました。2人ともコンスタントに55秒台。お中野さん54秒台。森さんも走り疲れたそうです。まあみんな外走ったからお疲れのようですね。さあとりあえず本庄サーキットオートサービス森低温耐久チームの走行練習は終わりました。これで次回11月なのかな、走るの。皆さんちょっと走行状態雨だったんですが晴れた時はタイムアップしてたので次の耐久レースがますます楽しみになりました。はい、という感じで今日のだるいもの Vlog はこの辺で終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね、評価、バット、評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。